世界の名だたる名手たちがしのぎを削るチャンピオンズリーグ、欧州最高峰の舞台では、日本と韓国の選手たちも躍動している。現地10月25日に行われたグループステージ第3節で、ミランと対戦したパリ・サンジェルマンのイガン・インは途中出場から CL 初ゴールを決めた。セルティックの古橋亨梧は、アトレティコ・マドリー戦で CL2 戦連発となる得点を挙げた。その他でも、レアル・ソシエダの久保建英は、ベンフィカ戦で自身の得点こそなかったが、際立つパフォーマンスで MVP に選出された。こうした日韓選手の活躍ぶりに、中国メディア、カチジン体育が着目した。チャンピオンズリーグのグループステージも折り返しを迎え、日本人選手と韓国人選手が所属するチームの躍進が目覚ましい。キム・ミンジェ率いるバイエルンは3連勝でグループ突破に疑いがない。冨安健洋を擁するアーセナルもグループ B で首位、久保がプレーするソシエダもグループ D で1位、イガン・インのいるパリ SG もグループ F でトップだ。日韓合わせて6人を抱えるセルティックも、チャンピオンズリーグの舞台で勝ち点を獲得した。CL という大舞台での経験は、選手の能力と自信を向上させることができる、とし、中国のファンや選手にとって、チャンピオンズリーグはクラブ大会の天井だと指摘。遠く離れたヨーロッパのチャンピオンズリーグで輝く日韓の選手たち。これは羨ましいことだ、と羨望の眼差しを向けた。